皆さんこんこにちは町長の千葉茂でございます7月27日知事記者会見において県南県西六甲地域で感染が拡大していることから県独自の対策ステージを2番目に厳しいステージ3に引き上げました。これに伴い 直近1週間の陽性者が人口1万人当たり、1.5人以上の網町を含む16市町が感染拡大市町村に指定されました。県内においても感染力が強いとされている。変異株の割合が。5割になっております。また、直近の感染者は？ 年代別では、20代から50代の現役世代の感染が7割近くを占めております。町民の皆様には、7月30日から8月12日までの期間、不要・不急の外出を自粛していただきますようお願いいたします。そして、改めて、 マスクを正しくつける手洗いのタイミングに注意する社会的距離の確保こまめな換気差別禁止の徹底など基本に立ち返り正しい対策の徹底をお願いいたしますまた県より町内すべての飲食店について 7月30日から8月12日までの期間午後8時から午前5時までの営業の自粛要請がありました再度のお願いで大変に心苦しい限りでありますがご協力いただいた事業者に対しては県からの協力金の支給がありますので事業者の皆様方には どうぞご理解ご協力をいただきますようお願いいたしますワクチン接種については現在40歳以上の方が予約の対象となっております39歳以下の方の予約開始時期はワクチンの供給量を見ながらご案内を進めてまいりますのでもうしばらくお待ちください 今後ワクチンの接種が進展し感染が収束に向かうことを願っておりますそしてこの困難を乗り越え皆様とともに新たな一歩を踏み出せるよう取り組んでまいりますのでなお一層のご協力をお願いいたします